下にのねこのタンクバッグなんですけどね、ちょっとねすごい残念。まあこのバイクのあれがマットブラックが悪いんですよね、どっちかっていうとね。なのでちょっと考えまして、表面がないんだったら表面を作ればいいんじゃないってことでね、1個ちょっと試してみたいことがあるんですよ。はい、先ほど、タンクバッグがね、マットブラックの塗装なので吸い付かない問題があったんですけど、それを解消するためにね、ちょっと滑り止め防止なんか吸着剤みたいなやつ貼るのがあったんですけど、それをねちょっとタンクに貼って、タンクバッグの吸盤をくっつけてみたところですね、かなりがっちりくっつきました。無駄にならずに済みました、よかった。これねもう走ってるとすぐずり落ちてきちゃって使い物にならなかったんで、ちょっとね落胆してたんですけどね、中古で半額で買ったとはいえ使えないんじゃどうしようもないんで、とりあえず2箇所ね、丸い、吸着のなんかシリコンシートなのかなこれくっつけまして、貼り付けまして、ちょっとね見た目はねタンクバッグ外した時にすごいダサくなるんで、そこなんかちょっと考えないと、なんかねなんかダサいなって感じなんで少し考えないとですね。これなんですけど、なんかちょっとベタベタしてるんだよなこれな。なんかもっといい素材があるかもしれないですね。これなんかそのまま携帯とかもくっつくやつらしいんですけどね。ピタッと。いやこれでね、リュックから解放されるんで、本当に楽になりました。いやよかった。タンクバッグとシートバッグ、ちょっと常に装備して仕事はね多分こういう形で行くことになると思います。で WR の方はね、KDX の方に今ついてるトップケースを、ちょっと移植しようかな。ジビのトップケースあるんでWR の方にあっちを移植 しようと思ってます。ちょっと鳴らし終わるまではねこの S7 班の方ばっかり乗ってたんで最近 WR 乗れてないんですけど、ちょっと仕事でどっちも使っていこうと思ってますので、いやリュックないの本当楽だな。これは楽。
マッコライダー。あのね、もう少しでね、あれですよ、慣らし運転がですね終わるんで、あと80キロぐらいなんで、ちょっとね、少し回転数上げて最後の仕上げやっていこうかなと思います。2速なんですけどね、今2速でね、これが一番回転やばいっすね。まあ、ちょっとね、ちょっとずつ癖つけていきましょう。さすがにね、8000回転以上超えるとね、振動が直にきますね。音はね、相当官能的な音を奏でますね、エンジン。まあ、サーキット行ったらそういう音で走れるんでしょうけどね。いやでもね、仕事で使ってるとほんと速いっすね。あっという間に1000キロですよ、もう。まあ、1回ね、300キロ超の、ツーリング行ってますけど、それ以外、全部下道ですからね。下道っていうか、仕事で使ってる形になりますので。まあ、すぐですよね、本当に。仕事で使うと。西新宿ジャンクション右コーナーを攻めつつ外苑まで行きますかね。ここで3速に落としつつ、ブレーキはいらない、そんなに出ていない。いや、このバイク本当気持ちいいな。コーナリングが最高ですよ。でスパッと車線変更からの若干下り左コーナースピードが出ていない、満足です。全然スピード出てないですけどね、満足ですよ、十分。このバイクはね、本当に曲がちょっと曲がるだけでも本当楽しいんで、首都高はね、道がいいからね、お金かかってるんでしょうね、税金が。ね、今宵はね、ナイトツーリングとシャレ込もうかと思っております。というのもですね、先日千葉のツーリングでご一緒させていただいた方とミクシーでね、つながってるんですけど、仕事の終わりがね、大体まあ7時半ぐらいに終わるっていうことだったんで、ちょっとね、夜であれば僕も仕事一段落してるんで、ちょっと首都高でね、落ち合おうかなと思いまして。なんかね、オートブログやるようになってからね、ほんとコミュニケーションがすごいっすよね。知らないところにこういきなり飛び出してってね、ねえ、これが俗に言うあれですか、リア充っ
ってやつですかね。まあ僕にあの一番似つかわしくないカテゴリーなんですけどね。まあでもちょっと違いますよね。なんかミクシーだってね、バイクの集まりですからね。なんだってオタク、オタクって言ったら失礼ですか、中二病、いやそれも失礼か。でもね、あの大人になりきれてない子供た、子供違うよ大人になりきれてない大人のね、大人になりきれてない子供って普通ですよね、うん、子供は子供ですからね、うん、大人になりきれてない大人たちの社交場って感じで、ちょっとリア充とはね少し違う気がするんですよね、うん、まあそんなことはねどうでもいいんですけど、そんなことよりですね、あの走行距離が、そんなことよりっつったらあれですよね、いや走行距離がね992キロなんですよ。あとね8キロ足らずで、1000キロ達成ということで、まあめでたく七種運転の終了という形になるかと思います。今日はねちょっとこれからあの箱崎ジャンクションで、例の折り返しが可能な箱崎ジャンクションでね、待ち合わせしてるんで、まあ、その道中で1000キロは達成するでしょう、おそらく。いやーシートバックがあるおかげでね、ちょっとこれぐらいの軽い走りだったら、あの貴重品とね、あのアクションカメラのちょっと備品をね、あの詰め込んでリュックなしで乗ってますけどね。考えてみたらね、多分ねリュックなしでこのバイク乗るのはどうなんでしょうか。納車の時以来か。めちゃくちゃいいっすね、リュックないってこんなに良かったっけっていう、バックパック、いやでも今日はねすっごい暖かいっすよ。日中ねちょこっとっていうか今日もバイクで仕事してたんですけど、少し汗ばむぐらいでしたからね、ウィンタージャケットを着ないでも大丈夫だったぐらいでしたね。夜になってちょうどいいぐらいで、電熱グローブも今作動させてませんからね。まあ、ちょっと何時になるか分かんないんでね、とりあえず電熱グローブで来ましたけど、997キロあと1あと3キロ、まあ、明確にねその1000になったから何ってわけではないんですけど、電子的にねリミッターが外されるみたいな、そんな仕様はまあ電子制御が進んだ昨今のバイクでも多分ないと思いますけどね。あんのかな、もしかして何キロまでは本気出せませんみたいな。さあどこで1000キロになるのか。これは高速道路入っちゃうかな、高速道路入っちゃうかな。風防がちゃんと効いてくれてればいいんですけどね、バイザー開けてるとね風が結構入ってくるんで、このスポンジの風防がどこまでマイク耐えられるか、まあ、それもちょっとテストしてみましょう。998キロ
999キロ。スリーナインっすね。さあどうだ、年末のなんかカウントダウンみたいになってきましたけど、1000キロ超えたら行きますよ。回転上げて行きますよ。さあどうだどうだ、そろそろだろう。どうだ、いったー、1000キロ達成。さあ行くか、1万回転。おっと工事だ、警察かと思ってびっくりしたぞ。二足に落とす、すげえ、なんだこの音、やばい、レーサーだ。この音やばいな。1万回転、はい、まあ1万1500ぐらいまでは回るらしいですけどね。いやそこまではいいでしょう。やばいなこの2足の8000回転からの音、なんだ、もうめっちゃバックファイヤー出てるけど、バリバリ、やばやば、マジ興奮してしまった。これはしたんで、おとなしくおとなしくします。約ね3キロほどちょっとね、年始を迎えたバラエティみたいな感じになってましたけど、いやー鳴らし終わりましたね、そうね、早かったな、早かったよな。何日ぐらいで達成したんだろう、1週間ぐらいかな。大体10日くらいですかね。頑張った頑張った。なんかかっこよさげな車が前方に走っているぞ。確認。ちょっとこれあれじゃないですか、マクラーレンじゃない。やべえ、マクラーレンだ、すげえかっこいい、すげえかっこいい、イエーかっけえ。一足だよ、もうさ、高層ビル群を抜けていきます。鳩崎ジャンクション。
なんかもうおなじみになってきたな、箱崎ジャンクさんも。元ブログ始めてから。